マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。はい、よし、オッケー。じゃあママは体洗ってから上がるから、キイちゃんこのタオル持ってパパのとこに行っておいで。はーい。ねえあなた、ちょっとキスケお願い。ああ、パパー。おお、キスケ、お風呂気持ちよかったか。うん、ママよかったな。ほらおいで、髪の毛拭かなきゃ。はーい。よし行くぞ。わしゃ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 よし、オッケー、かっこいいぞキスケ。オッケー。育児にも協力的なパパ、それが最近のスタンダードのようになっているのはいいことなのだろう。俺もできる限り協力したいと思う。しかし正直なところ少し釈然としないものもある。かくあるべしという父親像のようなものを押し付けられているような感じがするのだ。仕事でクタクタになって帰った時、どうしても子供の面倒を見るのが億劫で妻に任せっぱなしにしたからといって、なんで後ろめたい思いをしなければいけないのか。家庭は疲れを癒す安らぎの場であるはずなのに、かえって疲れを募らせてしまうなんておかしい、と思う俺は、時代遅れなのだろうか。無論、妻も息子も愛してはいるが。お風呂を先に。ああ。私もちょっとだけビールいただこうかな。お。ありがとう。じゃあ改めて、今日もお疲れ様。お疲れさん。お風呂上がりはやっぱり美味しいわね。そうだな。ああ、そうそう。あのね、今日キスケの学資保険のことをいろいろ調べてたんだけどさ。みよこ、悪いんだけど、その話、週末にしてくれないか。今日は疲れてんだ。そう、わかった。悪い。うん。ああ、またこの罪悪感だ。理想の夫、理想の父親をトレースできないことへのねじれたストレス。俺が神経質になりすぎているのかもしれないが、どうしても自己嫌悪で不快な気分になってしまう。あなた今日は早く寝たら。ああ、そうだな。じゃあお先です。お疲れ様でした。あ、今日何時頃になる。珍しいな、美代子が帰宅時間を尋ねてくるなんて。いわゆる働き盛りとされる年代だから任される業務も多く、仕事はとにかく忙しい。それなのにこの充実感のなさは何なんだろうか。かといって転職するのは年齢的にリスキーだし、家族を背負ってる立場としては今の状態を維持するのが妥当なのもわかる。日々このジレンマとの戦いだ。ふと妻も子供もいない気ままな独身だったらどうなんだろうとシミュレートしてしまうことがある。生きるために働いているのか、働くために生きているのか。そんなことを思いながら電車に揺られているうちに、うとうと眠り込んでしまった。はあ、二駅も乗り過ごすなんて、俺も相当疲れてんだな。夢を見た。学生時代からの親友とつるんで歩く夢を。しばらく会っていないが、あいつもきっと何かと戦ってるんだろう。そう思うと熱いものが込み上げてきた。最近キスケとの時間もあまり作れてないし、昨夜は美代子の話も聞いてやらなかったしな。よし、今日はとことんあいつらに付き合うか。ただいま。あれ、なんで真っ暗なんだ。どっか出かけてんのかな。ハッピーバースデートゥー
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアパパ、ハッピーバースデートゥーユー。パパ、お誕生日おめでとう。あなた、おめでとう。そっか、俺今日誕生日だったな。そんなことも忘れちゃうなんてどうかしてるよな。不惑の40歳、迷ってる場合じゃない。生きるために働く、働くために生きる、何はまったれたことを言ってるんだ。違うだろう。俺は気づいた。愛する人のためのこの命だってことに。キスケ、ミヨコ、ありがとう。